見てください、ルビオっていう男性が急に現れたんですよね。あ、いいね、これはいい人を助けたんじゃないか。ちょっと楽しみだな、ルビオ。ほら、オズワルドは今度癇癪を起こすし。あー、オズワルド、お前は自分を制御できなくなっている。ほらほらほら、また喧嘩して、また喧嘩して、お前らはもう、あ、そう、去ってった。今度はロックハート。ちょっと待ってよ、また重傷者いるぜ。彼はここを離れるよりみんなと一緒にいた方がいいと判断し、コロニーに参加しました。おし、このギスギスを打ち砕いてくれ。見てください、これオズワルドの健康状態なんですけど、オズワルドがペストにかかってしまいました。そしてなんとオルガまでペストになってしまいました。これは神が与えた懲罰なのか、ずっと喧嘩ばっかりしてる二人に少しはおとなしくしてろよという罰なのか。それに対してハガレンは何もなってないんだよ。うん、今健康なのハガレンだけ。そんな状況になってしまいました。まさかな、新入りにこんないきなり試練を課されるとはな。で、ハガレンはですね、医療スキル、医術のスキルが5なので、まだ心得はあるんだよね。それだけは良かったという感じなんだけど、まずオルガ、ここをもうここ医療用ベッドに一回しちゃいましょうか。医療用ベッドにして、で、オズワルド今何やってんだ。オズワルドはオズワルドの看病中、そんなところで、え、君自分で看病できるの。ペスト軽度が丸つくのか、これ。あ、自分でできちゃうんだ、なるほどね。ただオズワルド、これオズワルドはね、結構医術の心得はあるんですけど、君も休んでた方がいいな。ちょっとベリーだけ運んで、ね、行こうか。オズワルドも寝てよ。で、ハガレン、君の一時的な優先順位を医者にする。君は医者だ、これから。君がオルガを、看護する。君がやるんだ。オズワルドとオルガが病気になってしまった今、ハガレンしかいない。で、オズワルド君、君はここで休んでなさい。頑張れ、ハルガ。ハルガ、ハルガって誰だ。ハガレンとオルガが混ざったな。ハガレンしかいない、この状況もはやハガレン頼み。でですね、今回から、少しモッドを入れてみたんですよ。と言っても、ゲームプレイに関してはバニラのままで、もう少し快適にできるようにっていうところに重きを置いたモッドでして、まずね、ズームがかなりできるようになりました。ちょっとね、バニラの状態だとやっぱり彼らを間近で見ることはできないなと思っていて、それはずっと気にはなってたんだけど、それができるようにしておきました。そしてハガレン、今輪投げをしておりますね。それに対してポイと切り替えてやると 3D で見えるようになりました。この元、まだ、制作途中らしく完璧ではないらしいんですよね。現にね、ちょっとね、角度が見づらくて、あとね、ここに今オズワルドが寝てるんですけど、オズワルドが見れないんですよね。ベッドに寝てると見えない状態になるらしいっていうモッドを導入してみました。これね、随時なんかこう面白そうなカットがあった時にこういう視点で見れたらなと思って、ちょっとこれから活用していこうかなと思います。戦闘とか結構映えそうですよね、これね。ちょっとこれを活用してこれから動画も作っていこうかなと思っております。ハガレンがジャガイモで見えません。君らさ、ペストなのにそんなうろうろして大丈夫なの。
ちょっとこの状況良くないよな。オルガのペストだって、なんか今来たけど、治ってないもんね。栄養失調だし、ちょっとダメだよ。オルガ。オルガは休んでなさいよ。オズワルドも。種まき。まあ大事だけど、オズワルドもペストだし、君も休んでなさい。ダメダメダメ。ハガレンに任せよ。今回の主人公、ハガレンだから。ね。今、ひよこを、屠殺したひよこをご飯にしております。やっぱり俺にはまだ生き物を飼うなんて早かったんだ。全然し、あ、ちょっと待って、ハガレン、それ、給仕しちゃダメ。生肉給仕かよ。それあんまりよろしくないと思うんだよな。ハガレンね、採集もね、なかなかできないので、ちょっと大変だな。ブラガミン。ブラガミン。おー、またキャラバン来たな。彼らが、ちょっと、食事持ってきてくんないかな。ハガレンって外交できるのか。ハガレンの社交スキル。3か。まあ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 。ちょっと彼らからなんか買うか。さあ。交渉人ハガレンは病弱のためきちんと話すことができません。このことは価格交渉に影響を及ぼすでしょう。なるほど、こんなことにも影響出るんだ。もっと健康的な交渉人を立てることをお勧めします。いや今ハガレンしかいないからね。シルバー130でしょ。鹿の肉40個。まあシルバー全然持ってないですけど、今はお金よりかも食事だ。これで肉は手に入ったから、食事はまあまあちょっとそこに放置しっぱなしで、ハガレンはオズワルドの看病をしております。まあこれも大事な作業だからな。頑張れハガレン。なんだ、オルガは彼女の怒りの矛先をハガレンにだけ向ける。オルガ結構トゲトゲしてきてるな。彼女はハガレンをつけ回して侮辱し続けます。マジ？オルガ結構攻撃的な性格が形成されてきてる。つけ回すってさ、いや君だから寝てなさいって。ペストなんだから。ペストなんだよお前。黒死病やぞ。つけ回してるどころじゃないんだよな。大丈夫、ずっとここにいる？いや、つけてきたつけてきた。ちょっと待って。おー、侮辱してる。オルガ誰に対しても侮辱してる。侮辱してる様を 3D で見るか。オルガお前どうしちゃったんだよ。前はもっといいやつじゃなだったじゃないかと言おうと思ったけど、思えばオルガがいいやつだったことって一度でもあったかな。オルガはハガレンをコウノトリと呼んだ。オルガはハガレンのエッチの力量を悪意を持って侮辱した。結構そういうところ踏み込むよね、リムワールドって。あかんな、オルガみんなに対してすごいトゲトゲしてる。誰に対しても印象がマイナスになってますね。これ早くオルガ隔離しないとやばいな。オラまたやってる。オルガはハガレン仲たがい調停者までたどり着けなかったので、怒りの矛先をオズワルドに向けることにしました。やめーよお前、オズワルド寝てるんだって。相変わらずお前は、お前やめろ。 おしお前らまた、お前ら本当に、ちょっとハガレン止めてやれよこの殺し合いを。マジで死なないだろうな。おい死んだりしないよな。嘘だろ。おい、ちょっと待って、結構ズタボロ。いや、ちょ服もハゲてるし。いやガチの殺し合いなのよこれ。オルガが倒れた。いやーオルガお前これさ、オルガを閉じ込めておくできないのかな。ちょっとオルガ狂犬になりすぎてる。ちょっと待って、オズワルドはこっちで寝て、でハガレン、オルガを救助してあげて。いやー、やりすぎよ、お前ら。お前ら、マジでやりすぎよ。というか、主にオルガ。
オルガの状態、猛烈な痛み 80%。 オズワルドの状態、激しい痛み 75%。 ダメだこりゃ。ハガレンには、まあオルガからか、オルガを看護してあげて。ハガレンも大変だなお前は。はい、隔離エリアっていうのを作りました。これでオルガに対して、ちょっと待ってよ、オルガに対して時間割で隔離エリアと、ここ以外動けないよって、多分これでできると思うんだよね。で、ゾーン、制限ゾーン、制限ゾーンのこの隔離エリアをここに規定します。オルガちょっと閉じ込めておきます。これで多分動かないはず。もうお前しばらくじっとしてろ。ダメだオルガ。オルガのペストが重度にまでなってしまいましたね。これ怪我のせいもあるんじゃないかな。これ大丈夫なのかな。で、痛みの強さが 100% になってるんですよね。これ因果応報というか、なんというか、助かるのかな、オルガ。オズワルドにしろ、ペスト重度になったな。で、この免疫っていうのが多分克服することに関係してるんだと思うんだけど、これさ、マジで二人死んだらどうしよう俺。結構しんどいんだけど。大丈夫かな。呆然、ハガレン。ハガレンは精神を病んで辺りをうろついている。いやー、ハガレンは精神を病んでいる。これ、みんな病気になった。やばすぎない？どうなんのこれ。かなり不安だ。大病。オルガ、死の危機がある大病を患っている。できる限り最善の治療を受けるか確認しましょう。ちょっと待って。オルガ。健康。いやー、ちょっと、ハガレンもどうしようもないんだよ。マジこれ。最悪ゲームオーバーあり得るよな。これかなりのピンチだね。ハガレン、頼む、立ち直ってくれ。睡眠も取れてないからかなりやばいんだよな。うーわー、これやっべえ。オルガ死ぬかも。意識不明。やばいな。頼む、ハガレン。ハガレン、意識を取り戻してくれ。しっかりしてくれ。お前しかいないんだよ。精神衰弱してる場合じゃないし、熱中症？オズワルド熱中症になってる。いやー、もう、ボロボロだ。ハガレン頼む。早く、元に戻ってくれ。頼む。頼む。うわっ！オルガは命を落としました。原因ペスト。オルガの人生で最後に起きた出来事。オルガ死んだ。お前、どんな人生だったんだよ。オズワルドと付き合ってた時は幸せだったのかな。マジかー。死んじゃったー。オズワルドは大丈夫なのか。オズワルドもペスト重度だぞ。オズワルドまで死んだらどうしよう。これ、
最終回なのか、はい、オズワルドは木製ミシンで作ることができません。制限ゾーン、え、ちょっと待って、何のこと言ってんの、え、オズワルド、うわっ、オズワルド、もっと入れたばかりなの、うーわー、マジか、主人公二人死んだ、オズワルド、我が息子、オズワルドは最後にオルガと喧嘩して終わってしまったんだな。ハガレン、ハガレンは精神を病んでる、相変わらずフラフラしてる。お前どうするんだこれから。ハガレンがさ眠ってるんですよ、オズワルドの死体の隣で。未だにハガレンは精神衰弱で何もできないんだよね。僕の命令を何も受け付けない状態になってしまっているので、彼ら二人を弔ってあげることもできない。あー、これまだ収録開始してから30分しか経ってないんだよ。いやー、今まで YouTube でやってきたシリーズの中で一番最悪の展開かもしれない。うわー、これさ、しかもだよ、しかもね、ハガレンって能力戦闘ができないんですよ。この状況で襲われたら終わらないか。お前どこ行くんだハガレン、どこまで行っちゃうんだ。もうね、ハガレンもね栄養出張になってるんですよ。ほら食事が取れてない。うわー、ここで来るのか。ちょ、テロリスト、テロリストの地雷弾から来た宇宙どもが、中族どもがすぐに到着しました。すぐ近くに到着しました。彼らは今すぐにでも襲ってきます。ちょっと待って、たとえ血がつながっていても敵対関係にある以上、依然として襲ってくることには変わりがないことに留意してください。ならず者、ハガレンの姉妹、お、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、ちょ待って、ちょ待って、ちょっと待って。ハネイ。おい、兄弟でやり合うのかよ。うわぁ。ハガレンの因縁の相手。妹か、姉、いや、妹だな。ハガレン50代だから。ハガレンに妹が襲いかかってきた。未だ。未だ僕はハガレンを操作できません。ハガレンに指示を出すことができません。鉢合わせる。うわ。やめてくれ。やめてくれ。こんなことってあるか。こんなひどい世界が存在するのか。知ってるよみんな。あ、ちょちょちょ、今のピー音入れるわ。マジかよ、ハガレン。お前も行っちゃうの。ハガレン。うわぁ、ハガレン。あ、え、連れ去られたんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょっと待って。展開がちょっと目まぐるしすぎる。一回止めよう。黒衣の男っていうのが来たんだけど、でなんかここに入ってるんだけど、そしてハガレン連れ去られたんだけど、
何これ